いや、やっぱレゴで作ったロボってほんと最高ですよね。皆さんこんにちは。中小レゴブルだ。ひらひら。はい、今回の動画はこちら。レゴ忍者号合体ウルトラメカスーツの続きになります。前回の動画でメカスーツと敵メカを組み立てました。メカスーツも敵メカもかっこよくて素晴らしかったです。今回の動画では残りの3つのメカを一気に組み立てた後に4つのメカ全部合体させてウルトラメカスーツにします。はい、前回の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは残りの3つのジェットキー、レースカー、戦車を組み立てます。はい、3つのメカすべてを組み終えました。今回組み立てた3つのマシンなんですけど、個人的に思ってたより結構大きいです。では今からこちらの残りのシールを一気に貼ります。せーので。はい、3つのメカすべてが完成しました。おお、やっぱね、レゴ忍者号のメカってめちゃめちゃかっこいいですね。ちなみにこの3つのメカなんですけど、組み立てに1時間50分ぐらいはかかりました。内訳を話せば忍者タンクが1時間で、残り
盛りの忍者ジェットと忍者カーは25分ぐらいでできました。はい、ではまずはミニフィグについて説明します。一番左がコールで、その次がウーボットで、その次がゼンで、一番右がジェイです。前回も言ったんですけど、僕は忍者ゴーについてはよくわからないんですけど、このウーボットはなんだろうじゃあまずはこのウーボットを見ましょう。全体はこのようになっていて、下半身についてはミニフィグと一緒で、上半身部分にはプリントパーツと上にキャノン砲がついてます。ちなみにこのウーさんは、まあ、ザクッと言えばカイたちの師匠ですね。それの遠隔操作ロボみたいな感じだと思います。じゃあとりあえずミサイルを発射します。これは前回の敵メカと一緒のものです。いきます。はい、こんな感じです。続いてはこちらのゼンです。全体はこのようになっていて、ゼンは確かアンドロイド忍者です。両手には手裏剣を持ってます。そして頭部は、はい、このようになっています。ゼンの頭部ってこんなにメカメカしいんだ。めちゃめちゃかっこいいな。裏側はこのようになっていて、機械的な造形があってめちゃくちゃかっこいいです。続いてはこちらのコールです。全体はこのようになっていて、確かコールって土の忍者だったと思います。そしてコールの頭部は、はい、このようになっています。コールの顔のプリントパーツめちゃめちゃ勇ましいですね。そしてこのコールの頭部はリバーシブルフェイスとなってますので、このように変えることができます。右手にはハンマーを持っています。なんかレゴオーバーウォッチのラインハルツを思い出します。はい、そして最後はこちらのジェイです。全体はこのようになっていて、確かジェイは水の忍者か稲妻の忍者だったと思います。両手にはヌンチャクを持っています。ちなみに頭部はこのようになっていて、こちらもリバーシブルフェイスとなってますので、このように顔を変えることができます。はい、前回紹介したカイのミニフィグと並べるとこんな感じです。なんか個人的にすごいスーパー戦隊感が出ます。例えば忍者ゴーの忍者って、あと緑の子がいた気がするんだけどな。ウーボットの代わりに緑の忍者追加したら、もうまさにスーパー戦隊ですね。赤、青、緑、黒、白色のカラーリングのスーパー戦隊っていたかな。なんか僕的にいないような気がするな。はい、それでは各メカを紹介します。まずこちらが忍者戦車です。今回組み立てた3つのマシンの中でパーツが多くてそこそこ重いです。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じで、今回の3つのメカの中で僕個人的にこれ結構好きですね。ちなみにこれはロボに合体した時に足になります。はい、じゃあ近くで見るとこんな感じで、やっぱ戦車だけあってこのキャタピラがめちゃめちゃ目立ちます。この忍者戦車は操縦席が2つあります。ちなみにキャタピラはこのように動きます。これ個体差かもしれないんですけど、僕のキャタピラ全然動かないです動画外で動かした時は問題なく動いたんですけど、やっぱ全然これ動かないな。これキャタピラ動かないのがちょっと残念かなではこちらの忍者戦車にこの2体のミニフィグを乗せます。ちなみに乗せる際は肩アーマーのパーツは取り外しておく必要があります。まずハッチを開いて、ここにセットして1回倒します。ハッチを閉じます。反対側にウーボットを乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。おお、やっぱかっこいいな。個人的にウーボットがキャノン砲みたいです。はい、続いてはこちらの武装忍者カーです。全体はこのようになってます。武装忍者カーはロボに合体した時に両腕になります。なんといってもこの忍者カーの特徴のこのドリル超かっこいいです。タイヤがついてますので、こんな感じでこの走行で遊べれます。はい、じゃあ近くで見るとこんな感じでドリルはこのように回転します。この2つのドリルめちゃめちゃ目立ちます。どうせだったらタイヤと連動してこのドリルも回転してほしかったなと思います。操縦席はこちらになってます。反対側は、まあ、いわゆるエンジン部分だと思います。後ろ側はこんな感じです。ではこちらの武装忍者カーにコールを乗せます。ハッチを開いて、この部分にコールを座らせます。でハッチを閉じる。はい、こんな感じです。はい、そして最後はこちらの忍者ジェットです。今回組み立てた3機のメカの中で唯一空を飛べます。はい、全体はこのようになってます。ロボに合体した時は頭部と肩アーマーになります。はい、では近くで見ましょう。いやー、今回のジェット機めちゃめちゃかっこいいです。この部分が合体ロボの頭部になります。この羽のシールもめちゃめちゃかっこいいです。そしてこの旗パーツなんですけど、これはプリントパーツになってます。ではこちらの忍者ジェットにジェイを乗せます。ハッチを開いて、ここにジェイを
座らせます。でもう一回ハッチを閉じます。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、今回組み立てた3つのメカを並べるとこんな感じです。今回組み立てた3つのメカ全てにミニフィギュア乗れるってめちゃめちゃすごいと思います。そして1体1体のメカがそれぞれ個性があってめちゃくちゃかっこいいです。はい、それでは前回組み立てたカイのメカスーツと並べるとこんな感じです。うわー、もうかっこいい。はいもうなんかこのいでたちがすごいスーパー戦隊のロボ感が出ます。うわ、これは超かっこいいな。前回の動画でも言ったんですけど、このカイのメカスーツが敵メカに苦戦してる時にこの3つのメカが助けに来ます。そしてこの4つのメカが全部合体してウルトラメカスーツになって敵メカを倒します。ここがねめちゃめちゃ熱くてかっこいいです。はい、皆さんお待たせしました。ここからこの4つのメカが全部合体してウルトラメカスーツになります。では合体させます。はい、まずはこちらのメカスーツから変形させます。ちなみに今回の変形合体なんですけど、余りパーツはゼロです。てっきり僕も余りパーツ出るんじゃないかなって思ってたんですけど、まさかの余りパーツゼロです。では変形させます。ちなみに説明書ではミニフィグは外しておく必要があるんですけど、今回はミニフィグ外さなくても変形合体ができます。では行きましょう。まず、カイのミニフィグを一回座らせて、コクピットハッチを下まで倒します。そして武器は一回外しておきます。次に背面のこのパーツを一度取り外します。反対側も同じです。この足の膝パーツを外します。足首を一回回転させてこのようにして、この部分につま先を噛み合わせます。特にカチッとは言いません。まあ添えるだけです。反対側も同じで膝のこのパーツを外して足首を回転させてここに噛み合わせます。はい、これでメカスーツの合体は完了です。はい、続いてはこちらの忍者戦車です。まずウーボットを立たせてる場合は一回座らせてこのようにします。ではこの忍者戦車を真っ二つにします。よっと、おー、いい。はいそしてこの部分を90度上げます。そして一度このパーツを前に倒します。反対側も一緒でここまで持ってきてこのパーツを前まで倒します。はい、これで忍者戦車の合体準備は完了です。では続いてはこちらの武装忍者カーです。武装忍者カーは先ほどの忍者戦車とほぼまあ一緒で、まずこれを真っ二つにしてこの部分を90度回転させてこのように曲げます。そしてこのジョイントを6クリック下げます。反対側も一緒です。はい、これで武装忍者カーの変形準備は完了です。では最後はこちらの忍者ジェットを変形させます。まずこの羽を取り外します。貼ったパーツを前まで倒してここを回転、反対側も同じです。本来でしたらここのパーツを下げるんですけど、まあ、今回はかっこよさ重視でやりたいのでこれは最後にしておきます。はい、忍者ジェットの変形準備は完了です。はい、それではここから合体させます。はい、まずは足を合体させます。合体ジョイントはここです。まずここに合体させて、その後足パーツをちょっと前に持ってきてここを合体させます。最後にここを倒します。反対側も同じです。で最後に倒せば、はい、こんな感じです。もうこの時点で超かっこいいです。続いては腕です。まずこの肩アーマーをちょっと上げてこの忍者カーとここの部分を接続して、先ほど外したこのパーツをセットします。でこの肩アーマーを倒します。反対側も同じです。このピンパーツを入れます。はい、これが腕になります。うわ、もうこれ最高すぎる。はい、では最後忍者ジェットを合体させます。まず羽をここに接続します。反対側も一緒です。そして忍者ジェットのこの部分を接続します。そしてこの部分を倒してここに接続します。そして最後このパーツを上げてこの部分を展開すれば完成！忍者合体ウルトラメカスーツです。はい、4つのメカが見事に合体しました。そしてご覧ください、めちゃくちゃでかくて超かっこいいです。いや、もうすごいな、レゴ忍者号。いや、僕いつかレゴ忍者号で合体ロボットが出るんじゃないかなって思ってたんですけど、まさに今年の新発売に変形合体ロボが出ました。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。今回こちらの頭部の造形は意外とシンプルなんです
ですけど、めちゃくちゃかっこよく作られています。で、次にこのドリル、めちゃめちゃかっこいい。このロボの両腕めちゃめちゃでかい。そして胸部はメカスーツになっていて、まさにこれがコアロボですよ。これかっこよすぎてもう何も言えねえな。そして足はこのようになってます。足の造形がすごいかっこよくて、さらにこの両足の接地性も大変いいです。横から見るとこんな感じで、めちゃくちゃすっきり綺麗にまとまってます。はい、裏側はこのようになってます。合体ロボでよくありがちな不要なパーツを背中に持ってくるという手法があるんですけど、今回はめちゃくちゃ綺麗にまとまってます。はい、ではこちらのウルトラメカスーツの可動範囲について説明します。まず頭部がこのように回転、まず頭部がこのように回転します。これだけ合体して頭部稼働するのめちゃめちゃ素晴らしいです。続いて腕がこのように一回転します。いや、もう最高で、さらに肘部分がこのように動きます。そしてメカスーツの腕もこのように動きます。足はこのようにワンクリック開きます。そして足首はこのように動いて、つま先もこのように動きます。なのでこんな感じの自然なハの字抱きポーズもできます。あ、そうだ、この部分に刀持たせるの忘れてました。はい、武器の刀を持たせるとこんな感じです。今回の忍者メカスーツなんですけど、今まで見たスーパー戦隊のロボの中で思い浮かべるのであれば、全力全開王とグッドクルカイザー VSX みたいに腕が4本あるタイプのロボです。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回の合体メカスーツは足はあんま動かないんですけど、このように両腕がすごい動くのでめちゃくちゃ決まります。両腕を広げてこのようなダイナミックなポーズも決まります。敵メカと並べるとこんな感じです。メカスーツの時に苦戦して合体して敵メカを粉砕するというところがめちゃくちゃ強くてかっこいいのがすごい好きです。この敵メカがもう足元にも及ばないですね。もうこれ完全にフルボッコにされちゃいます。ちなみに僕はこのメカスーツ遊ぶときはこの忍者スーツの腕をこんな感じで後ろに持ってけば、はい、こんな感じで2本腕状態にすることができます。あ、でもやっぱ僕はねどっちも好きだわ。基本はこれで戦ってピンチの時に収納してた腕が出て、そこで逆転して敵を倒すっていうのがなんかすごく好きです。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。うわ、もう全然比べ物にならないな。おおよそミニフィグ10体分はあります。はい、では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。うわ、でけえな。これメカスーツ改造したらマリオ乗れそうかも。なんかマリオの最終兵器みたいな感じになっちゃいますね。いや、でもよく考えたらマリオの世界にこういった合体ロボってないですよね。では続いてはよっ、ゼンカイジャーの全力全開王と並べるとこんな感じです。あ、これほとんど大きさ一緒なんじゃないかな。あ、いや、そうでもないですね。全力全開王の方が結構こうでかいです。この合体メカスーツをもうちょっとだけ大きくすればほぼ大きさが全力全開用ですね。あの、どうでもいいんですけど、本当はエンジンを G12 と並べたかったんですけど、今 G12 実家にあるので比べられないのがちょっと残念です。はい、最後にこちら、僕が一番お気に入りのレゴオーバーウォッチバスティオンと並べるとこんな感じです。うわ、バスティオンよりもでかい。いや、すげえな今回の合体ロボ。ちなみにこのバスティオン組んだのが2年前なんですけど、未だにお気に入りでずっと飾ってるんですけど、いや、もう最高。このバスティオン自体もキャノンモードに変形するんですけど、この2体並べられたのがもう夢のようだ。いや、僕ちょっと最高すぎてなんか言葉を失いました。いや、やっぱレゴで作ったロボってほんと最高ですよね。あ、それとちょっとどうでもいいんですけど、忍者戦車の足裏部分に未使用のジョイントがあります。もしかしてなんですけど、これ強化合体するんじゃないかな。うわ、これどうしよう、強化合体本当にするのかな。あの、ミニフィグ紹介の時に緑色の忍者がいるんですけど、もしかして緑色の忍者のメカと合体するのか。うわ、これ合体してくれたらめちゃめちゃ最高ですね。もし本当にこれ強化合体するんだったら、
まあ僕の考察なんですけど、下駄部分と腕の部分がちょっと強化されるのと、肩アーマーにロボの一部が来て、あと頭部が強化合体用に変わるんじゃないかなって思います。いやー、これはね、出てほしいです。はい、レゴ忍者号忍者合体ウルトラメカスーツはこんな感じです。はい、ということで、レゴ忍者号忍者合体ウルトラメカスーツを組み立ててレビューしていました。もうはっきり言います、今回のこちらのセットは超最高でした。僕が今まで組み立ててきたレゴ製品のロボット系の中で最高傑作です。まず何といっても変形工程がとてもシンプルで、さらに合体した時のデカさと可動範囲がめちゃくちゃ素晴らしかったです。レゴ忍者号のロボとメカってめちゃくちゃ完成度高いんですけど、もう僕はね、これがナンバーワンだと思います。それと付属する敵メカも小さい割に結構かっこよかったです。あの、先ほども言ったんですけど、このロボは僕の中で絶対強化合体すると思います。よく考えれば緑色の忍者のメカは一応はあるんですけど、もしかして夏頃に新しいのが出て、それとこのロボが強化合体するんじゃないかなって思います。いや、でも出るかどうかについてはまだわかんないんですけど、僕は絶対に出てほしいです。今回の合体ウルトラメカスーツはめちゃくちゃ素晴らしかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。